小金井市は今年で市政が施行されて50年になるのを記念してイメージキャラクターを作りました。デザインは映画監督の宮崎駿さんです。市によりますと宮崎監督デザインの自治体のキャラクターは全国でも初めてだということです。宮崎監督と小金井市は市内にスタジオジブリがあるなどの縁があり、今回市のイメージキャラクターをデザインしました。そして生まれたキャラクターがこちら、今日小金井市役所でお披露目されました。子どもが元気な街が発展するんですとの宮崎監督のメッセージも込められたキャラクターとなりました。子どもたちが元気だというのは家庭がしっかりしてて地域がしっかりしててやっぱり学校もきちっとしてるというのが基本ですね。ですからこれをしっかりしてれば当然地域が発展していくだろうと思っています。まあイメージキャラクターもこのキャッチコピーも本当に素晴らしいなと。市では今後このキャラクターを市の PR に活用していきたいとしています。